どうも、深張です。今回紹介するスニーカーはこちらです。ナイキから箱が届きました。それでは早速開けてみたいと思います。うおドープっすね。うおドープ。バン、エアマックス1ですかね、これは。はい、これです。エアマックス1の、シティシリーズ、あの都市シリーズのエアマックスが最近、発売されるのかな、明日で。昨日ね、なんか先行で連絡が来て、それでスニーカーズでたまたま買えたっすね。買えたんじゃないかな感でしたね。それでは早速開けてみたいと思います。おー、ドープ。おー、なんか紐めっちゃついてるな、これ。紐めっちゃついてる。これ見てください、紐が赤いの1個、白いのに、あと黒紐、あとなんかなんだろう、すげえなんだろう、千鳥柄っていうのかな、このガチャガチャしたやつと、あとなんかこのね、アプリケみたいな、あのなんかワッペンみたいなついてます。はい、ワッペンめっちゃ入ってる。この袋にめっちゃあって、なんか薬風味なんじゃないかなーか。それでは取り出します。おー、ドープ。おー、ドープ。あ、なんかね、ポストカードみたいなの入ってるっす。ユータ・タックマンさんがデザインしたやつですから、まあ、なんか迷いがない、人生なんてないって書いてます。あ、ポストカードですね。多分メッセージ風味感になってますね。東京だ。あ、なるほど、地下鉄のマークも入ってるんで。はい。おー、ドープ。エアマックス1の東京です。はい、まあ、都市シリーズって結構調子いいというか盛り上がる感があって、まあ、多分買えないなと思ってたら、たまたまね、昨日だったかな、お昼の12時頃に先行でなんか発売販売しますっていうのが来て、たまたまこう携帯いじってたら買えたんですけど、いろんな人のね、インスタとか見てると、どうやら自分が応募したやつになんかその先行で販売したとかっていうらしいんですけど、あんま応募した記憶がないんですけど、でも応募したんすかね。まあいいや、まあそんな感じです。で、紐がね、僕すげえかっこいいなと思ったっす。紐見てください、すげえなんかグラデーションで鮮やかでかっこよくないですか。なんか日本というより中国感ないですか。このラーメンの丼みたいな感じしますよね。まあエアマックス1の日本ですけど、まあチャイナ感ありますよね。柄がちょっとよく見るとラーメンの丼風味なんじゃないかなー。ほら、あの中華そばの丼感ないですか。にゃーって書いてある、なんかこのナルト風味感というか、ナルト柄風味なんじゃないかな。うん、なんかね、なんだろうな、どっちかというと中国って感じです。エアマックス1の中国です。たまたま買えたんでよかったっす。はい、っていうことです。で、なんかね、あとね、今日の何時だろうな、朝の9時ぐらいにもキックスラウンジのなんか先行のやつも来てて、こういう都市シリーズをね、ちゃんと自分で買いたいみたいなのは昔から1個でもあったんで、ほんと買えてよかったっすね。ここなんか見てください、これなんか獅子舞のなんか、なんつうんだろう、あれ、あ、何柄って言うんでしたっけ、あれよ、あれですよ。唐草模様風味感があってね、ここちょっと面白い。なんだろう、脳みそ風味感もありますね。ちょっと脳みそ感ありますね。なんかね、ちょっとずつこう、なんだろう、柄が違ってて面白いですね。アウトソールにね、東京メイズって入ってますね。あ、なるほどね。この、多分これだ。タンの、これが剥がれて、さっきのやつと差し替えれたりするんですね。タンのやつなんだね。左右比べてみると、こんな感じで、こっちの見やすいかな。こっち側が、白ベースに黒の柄が入ってて、こっち側が、あれっすね。黒に対して白の柄が入ってるのかな。こう反転してるというか、色が。若干、バカバキ風味なんじゃないかなーか。なんかね、ちょっとね、この辺、なんか、ラーメンの柄もそうなんですけど、ちょっと、フェンディ感ありますね。フェンディみたいな。フェンディですって感じしてますね。フェンディ風味なんじゃないかなーか。ということでね、東京のエアマックス買えまして、
ちょっとびっくりしてます。買えると思わなかったんでね、スニーカーズって僕結構諦めてる部分があって買えないと思ってたんですけど。ということで今回は、エアマックスワンの東京紹介いたしました。以上です。どうチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひグッドボタンお願いします。以上です。どう